世界中に喧嘩を売るなんて根性あります。あ、なかったか。どうも、日いずる国 TV のお時間です。ほんとすごいですよね、お隣さん。日本だけじゃなく世界中にも果たし状を送りつけるのって。もうすでに皆さんもご存知だと思いますが、お隣の報道局による東京五輪での世界的な失態について、特に今朝の記事がわかりやすかったので紹介いたします。動画後半の他国との比較も含めてじっくりとご覧くださいませ。韓国の大手テレビ局 MBC の愚行が社会的問題に発展している。7月23日、国立競技場で開催された東京五輪開会式。韓国国内でもキー局が大々的にライブ中継合戦を繰り広げたが、MBC の放送内容があまりにもひどいと批判を浴びているのだ。それは開会式のハイライトである出場国入場行進のシーンで起こった。選手やスタッフが次々と登場する中、当局はウクライナ選手団のところであろうことか画面にチェルノブイリ原発事故の写真を挿入。続けてエルサルバドル選手団にはビットコイン画像を入れ、マーシャル諸島選手団には昔の米国の核実験場、シリア選手団には内戦が10年継続中、ルーマニア選手団に対してはドラキュラ映画の画像を入れる悪ふざけぶりだ。極めつけはハイチ選手団の場面で大統領暗殺で、政局は霧の中にあるとの一文を添えた。韓国放送会でキャスターを務めるロシア人ジャーナリストイリア・バリアコフ氏は自身のツイッターに剣の画像を載せて糾弾。番組の責任者の誰がこれで OK と判断したのか。じゃあ韓国の時にはセウォル号の画像を、アメリカの時には9.11テロの画像を使うのか。ありえない愚行。どれだけ無知なんだ。チェルノブイリ原発で何が起きたかは知っているだろ、と吐き捨てた。さらには、各国選手団が入場する際、それぞれの新型コロナウイルスのワクチン接種率も逐一紹介。何もかもが、ピント外れで、局内の内輪受けに近く、程度が低すぎると言わざるを得ない。すぐさま、コミュニティサイトを中心に、バッシングの嵐が吹き荒れ、全国紙、中央日報など複数のメディアが最低の演出だ。どうしようもない悪ノリ、チェルノブイリの写真はひどすぎるだろう。韓国の世界的評価が下がってしまう。我々が、セウォル号の画像をつけられたら、どう思うのか。国家の恥だなど、厳しい意見を引用した。一気に大炎上し、韓国政府が設置する国民請願、意見箱にも投書が殺到しているという。これを受けて、MBC は、番組の最後に慌てて、謝罪の声明を発表。不適切な表現を用いた国々と視聴者の方々にお詫び申し上げます。これからは、真摯な態度で東京五輪を放送し、大会終了まで最善を尽くしますとした。という、できない約束です。自国民からの国家の恥という表現が、いかにも自分のことを第一に考えるというらしさが感じられますが、今回の件も日本から見れば、いつもの日常って思っちゃいますよね。記事では、ウクライナやハイチの紹介について触れられていますが、マーシャル諸島に関しても、一時、米国の核実験場というテロップを入れて説明していたとのことで、同時多発的に世界に喧嘩を売るのって素敵ですよね。当の MBC は問題となった映像と字幕について、開会式に国別に入場する選手団を短時間で簡単に紹介しようとする意図で準備した。と余計に火に油を注ぐ言い訳をしているみたいですが、ネガティブキャンペーンがもう生活の一部となってるんで、こうなりますよね。実際に韓国テレビ局による五輪中継でのこのような不適切表現は今回が初めてではありません。それは2008年の北京オリンピック開会式の中継の際にも、キリバス選手団の紹介で
地球温暖化で島が沈んでいるとし、ジンバブエ選手団の紹介では殺人的なインフレーション、チャド選手団の紹介ではアフリカの死んだ心臓と説明していたようですね。国際問題にも発展しかねない無礼な表現だということを韓国テレビ局は理解しているんでしょうか。あ、すみません。愚問でしたね。この時には MBC スポーツ中継番組の制作システムや観光自体に問題があるのではないかという指摘も出ていたようですが、もはやそれ以前の問題ですよね。同じ過ちを今回も繰り返したことで、そういうお国柄だと認識されてもおかしくないはずです。もしボイコットしてたら、今回の問題も起こってなかったかもしれないのに、やはり全ては裏目に出るようです。選手団紹介だけでも、これだけの悪態を晒すお隣ですが、開会式では他にも、軍国主義の象徴であるとして、君が代聖書を批判したり、旭日旗演出があったと、見えないものまで見えるようになってたみたいですね。そういえばお隣の例の垂れ幕、うちの猫もトラなんであまりトラトラ言いたくありませんが、ここでスポーツの祭典にふさわしい垂れ幕と比較してみましょう。それがこれです。日本語で心より感謝いたしますまで掲げてくれて、やっぱオーストラリア選手団は素晴らしいですよね。先日も福島県産食品は問題ないとも言ってくれてましたし、自分のことしか考えなくて結果自滅するとことはえらい違いです。今後はこういう相手のことも考えれるところだけと付き合っていきたいですが、悲しいかな、一番近くの国が。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。あえてコメントしなくても世界が糾弾してくれる。日頃の報道活動や報道内容も押して知るべし。ただし、ほとぼりが冷めないうちにも、同様のことが起こる可能性はかなり高いと思います。韓国の世界評価が下がってしまう？最下位からどう下がるというのか？本質がよく出ていいのではないかな。今さら韓国をおだてたり褒めたりする理由もないし、あれだけディスるのが、大好きな韓国人もひどいなんて思うのには驚きです。いや、自分がディスるのは良くて、他がディスるの許せないのだと思う。だから、日本のネットで韓国を非難しているのには敏感に反応している。自分たちがやったことは棚にあげてだね。この倫理観、世界の人にも知っていただきたい。本当に何なんだろうね、この人たち。付き合うことはできないよ。福沢諭吉もロシアも関わるなと100年以上前に言っていたが、ますますひどくなったな。以上、テレビ報道そのものをやめて国内のみの瓦版をおすすめしますよ。